新型コロナウイルス感染症対策担当大臣の西村康稔です。緊急事態宣言発出後2週間が経ちました。人手が十分には減っておりません。今人流を減らさなければ2週間後の新規陽性者の数が減りません。経済への影響も長引きます。ぜひともより一層の不要不急の外出移動の自粛をお願いいたします。ご協力いただくにあたり支援策を拡充します。まず緊急事態宣言の地域で20時までの時短要請に応じていただいている飲食店には月額換算で最大180万円の協力金を支給いたします。また緊急事態宣言の地域の飲食店と直接間接の取引があること、あるいは不要不急の外出移動の自粛による直接的な影響を受けたことのいずれかを満たし、今月1月2月の売上高が前年同月比 50% 以上減少した中堅中小の企業に対して法人で最大40万円、個人では最大20万円の一時金をお支払いいたします。緊急事態宣言の地域以外の事業者も含め、飲食業に納入しておられる生産業者、流通業者、サービス事業者やお土産物屋さん、タクシーなども対象となります。また全国を対象として一人月額上限33万円の雇用調整助成金や、雇い主が中小企業の場合に個人で申請できる休業支援金制度の特例の期限を緊急事態宣言が全国で解除される月の翌月末まで延長します。これはパートアルバイトの方でもシフトが減った場合にも利用できます。中小企業は 100% 助成、大企業も緊急事態宣言の地域で時短営業や収容率の制限にご協力いただく場合、あるいは最近3ヶ月の売上などが対前年前々年平均で 30% 以上減少する場合には、地域や業種を問わず 100% 助成することにいたしました。内閣官房のホームページで支援策を案内しております。どうぞご覧ください。しっかりと応援してまいります。